何だったの今の。さあ孫悟空、いよいよこの大会に乱入者とは。ただいま。ルーナ、あんた今までどこ行ってたの。ちょいと八百屋でな。ルーナさんが二人いる。俺とこの猿野郎と一緒にしないでくれる。ヨーコちゃん、ブラウン、彼は何者でござるか。孫悟空じゃよ。あ、知ってる。七つのボールは集め。はいはいはい、お約束ネタはもういいからね。孫悟空は天下一の暴れん坊として有名でな、猿の子分を引き連れておる。やっぱり風魔さんにそっくりだ。そんなに俺を猿にしたいの。あれ、風魔さんって猿じゃなかったの。いくらリョウコちゃんでもしまいには怒るよ。小娘相手にムキになったって仕方ないでしょ。それより彼の実力はどうなの。見たところなかなかの手だれのようでござる。この大会に乱入するだけのことはあるようでござる。そうじゃな。しかし参ったの。何がでござるか。いや、まだ登場人物が増えたからの、プログラマーも大変だべなと思ってな。だからあんたまでそういうこと言わないの。